どうも皇帝チャンネルです。今日は今日から切なじゃない近畿期間ということで切な戦を実況していきたいと思います。これは先月の俺は食べてないです先月の、映像でございますが、ぜひ参考になさってください。1面はまず1手目挟まった後、あ違う、これカラオケでね撮ってたの。何スプーン持ってんの？マックでしょ。あ、カラオケだっけ？カラオケかなんかやってた気がする。俺、うまそうやな、これ。まあ、雑魚処理して、うまそうやな、これ。あとはまあ倒していくか。どこで買ったここに買った。一面はまあ休憩なんで、まあなんならここで SS 貯めてもいいかなって感じではあるけど、まあ別に SS 貯めなくても大丈夫ですかね。まん恥ずかしくないの？きちげ無理だよ。一番まとも買ったものだけをここで食べてちゃんと店内まとも売ってる。まともじゃないやつ、はあ、まともじゃない、まともではない、はあ、まともではない。持ち帰りよ店内弁当。いや持ち帰りよ店内じゃ俺何も言ってない。何も言ってないの、勝手にあっちが持ち帰りだって判断したい。いやお前が持ち帰りではっきり言ってた。え言ってないよ俺。持ち帰りでよろしいですか？はい、まそれは俺の話を聞いた。でもね、割といる、あの適当にハイハイ言うやついる。いやこれはちょっと雑魚処理ミスってますね。下手くそですね。どうした？急に何か隠してどうした？まあ、2面はですね、あの貫通枠は横で雑魚処理しながらその左右に配置しておくと次のマップで動きやすいんでおすすめです。あでそうだね、この時は鬼ちゃんと倒してたけど、最近は鬼倒さずに特攻してやってます。まあ、俺が真面目に実況してんだよお前ら。初めて真面目な動画撮ったわ。それまでが真面目じゃねえ。まあデカは別に無理に雑魚処理する必要はない。適当に配置しとけば周りの環境が真面目じゃない。めっちゃいいよ。そう、これはこんな感じでね、そう横で雑魚処理するとこのいい配置に止まるんですよ。やりますね。めっちゃ怖いんだけど。何怖い？いや俺そっち行っていいっすか？もうバレたくない。じゃあ食わなきゃいいじゃないですか。これもこんな感じでね、でこれ加速拾っちゃって配置がまあ結果的にいい位置いるんですけどね。うわ恥ずかしくないよ。バーマ数回殴ったら倒せるかなって感じで適当に。お前電磁ベースってクソに決まってんじゃん。お前全国にペイントメスしてるやつみたいに失礼だ。やってるやついいんだよ。そんな人一人も見たことない。言うからそういうワードがある。いや見たことないって。お前便所飯どうやって見るんだよ。じゃトイレから弁当持ってきて隠すだろ。ベンチから堂々と弁当持ってきて隠すんげえ。ちょっと便所飯してくるわ。そんな愉快なやついるか。もうちょっとベンチ飯してくるわって。ああ配置がいいのでこんな感じに、あのなんかそこのなんかこうねうまくね倒せますよね。一周回ってこう、ここゲージ外すと、ゲージ外して45度くらい適当に引っ張るとまあうまく入れることが多いです。解説したところで素晴らしい解説。ここはあのしっかり雑魚処理をした方が、あの個人的にはやりやすいと思います。で多分この時はなんか違うことしてた気がする。多分カラオケで歌ってるのかな、わかんない。違いこの時カラオケで撮影してた気がする。おこでチャンネル先つまんなくね。はつまんなくねもその動画上げてない。いやあんな50分動画とかだったら誰も見ない。マジ外役だった。10分で言うてても再生回数30回ぐらい。で俺は編集がめんどくさかった。いや言うて編集する場所少ないかも。じゃあ本当につまんないもん。あれ本当にここは雑魚処理しつつ倒せるかなと踏んだので雑魚処理しながら倒しました。でここはメタトルアルファが配置いいんでゲージ外して縦で一気に削りましょう。レッツゴー。恥ずかしくないだ。レッツゴー。皇帝ショット最強ですね。恥ずかしくない。でまあこれパーティーがまあ最強編成なんですけど、まあ多分メタトルアルファ3の方がいいけど、まあそんなまあ、キャラがいないよっていう人は、まあ、とりあえず一回まあリセマラして過去に戻った方がいいと思います。過去に戻る。過去に戻る。まあメタトロンアルファは猛獣で
代用できるとして、まあデクはそうだな、サンダルファンかな。まあ相当劣化するけど、まあでも俺昔そんな感じでやってたからな。昔確かね、あのなんだっけな、いちいち天気とか言うの基準くんだよ。あ、ここは鬼の爆発はあの意外と大丈夫なんで、あの怒らせなければ大丈夫なんで、あのきつそうな時はあえてね、いる怒らせないようにするっていうの判断も大事です。いる、教えてくれよお前、自分で見るか。でもあの昔なんだっけな、昔確か弁財天とかルーとかいた気がする。今の編成はまあこんな感じっすね。まあ、今後環境が変わる可能性もあるので、まあ節マラキャラのためにオーブを貯めておくのもまあ悪くはないはず。あ、そうなのか、オーブ貯めなきゃ任命か。うん、そうだよ。で、まあでもそうだな、デクいないと結構厳しいかな。デコとメタトロアルファがいると、そうこんな感じでまず弱点強化しつつ雑魚処理して、で、まあ次デクの SS で終わりっていうのができるんだけど、まあそうだな、メタトロンアルファとデクどっちもいない人はまあ割と厳しい成功法じゃないといけない。一匹ずついればまあこの弱点強化からのデクができるからいいと思います。デクいたらフレンドメタアルファで、まあ、そのメタアルファしかいなかったらフレンドデクでっていうのがまあおすすめマンですね。